五大会連続のパラリンピック出場となる君津市出身在住の広瀬隆之選手今日市内で行われた激励会には市民や関係団体のメンバーらおよそ100人が参加しました石井博子市長は広瀬選手の出場は市にとって大きな誇り君津から精一杯の歓声を届けたいと パリでの検討を祈りました続いて特別支援学校の生徒らによるメッセージが書かれた横断幕が送られ地元の少年少女合唱団が力強い歌声で出場を祝いました今月28日に開幕するパリパラリンピックで広瀬選手は個人戦団体戦に出場しメダル獲得を目指します えっと、たくさんの方が来ていただいて、すごくなんか、もちろんパリでも、えー、そこの団体戦のメダルっていうものは、えー、もちろん目標としていますし、まあ、一番やっぱり個人でも、個人のパラのメダルっていうのは、今まで自分もまだ経験はないので、や、えっ、ーまあ、個人っていうところも重点に置きながら、はい、全力で戦いたいなと思います。